多分監督の腕は結構いいと思うんですよね、うん、いや相当頑張って撮ってると思いますよ、うん、あの手数も多いしショットも多いし、うん、映画としてちゃんとしてるから、うん、余計そういうことを言いたくなっちゃうんだよ。そうなんだよ、うん、映画の作り上がりとして悪くないから、うんうん、あのもうちょっと、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日は罪と悪について語ってまいりたいと思います、早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、面白く見ました。結構こう少年時代と大人になった時の描きの割合とかも良くて、ただ結構過去が短すぎたりすることもあるじゃないですか。過去をしっかり描いた上で現代を描いてると、なので結構そこをちゃんと自分の中に入れてみられたし、うん、あの少年たちの演技もすごく良かったです、うん、でなんか結構やっぱり音楽とか撮り方が、うん、なんだろう、素敵でしたね、うん、センスが光るというか、かなりそれが映画にの雰囲気を上げてた高めてたのかなって思いました。まああの面白く普通にあのエンターテインメントとしても見られたし、役者さんも高良健吾さん、台東俊介さん以下皆さん興味深い子役さんも含めて、うん、そういうの見るのやっぱ楽しいなと思って見ました。であの子供時代と大人になってからと、まあその配分がね、あの子供時代もかなり長めに描いてたので、うん、でとなるとでもちょっと私はその大人になってからのところがちょっとだけもうちょっと見たかったかなっていうところもあり、この辺は多分鑑賞者によって分かれるかなというところ、まあ一番はここがもうちょっとっていうところあったので、そこはネタバレでありでお話したいと思います。竹内さんいかがでしょうか。まああの既視感のある物語を堅実に作って、うん、作り上がりはそこそこよくできてたと思うんですよね、うんうん、ちょっと意外だったですね、うん、もうちょっと雑かなと思ったら、うん、意外と堅実にきちんと物語られていて、うんうんうん、あの一本の映画のね見てこう見終わった後の満足感もそれなりにあって、だからある意味で中途半端だよね。つまりその規模感とか、このじゃその自主映画でこの規模で作るのがどうなのかと、なぜこの題材を選んだのかっていう、ちょっと見終わると疑問を抱くことも多かったけど、多分監督の腕は結構いいと思うんですよね、うん、物語が非常に堅実だったんで、うん、さっき多分佐藤さんが言ったの後半の、人物造形と解きほぐされていく部分だと思うんだけど、うんうんうん、それがなくてもちゃんと見られるってことは、うん、やっぱりその腕はそれなりにいいんだな。そうそう、まあ、初監督ですよね、うん、初監督にしてはすごいうまく作られてますね。なかなか剛腕だよね、うん、と思った、うん、そこはいいとこだなと思いました、うん、ただちょっとやっぱり独自固有性に欠けるは欠けるなと思うんです、うん、だからなぜこれを映画化なのかっていうのが、うん、僕はちょっと解せないとこではありましたよね、うん、ネタバレします、うん、なんといってもこういろんな映画が後ろにチラチラ見えるんですよね、うん、まずはミスティックリバーね、うん、見てる映画、確か見てると思うんですけど、確か見てるぐらいの、うん、ほぼ話同じですからね。レンタルで見てる、あ、レンタルビデオで見てるので、それとあと街の設定は、うん、コロの地だよね、うん、あんなもちろんヤクザとかじゃないんだけど、うん、その何街の悪を共存させながら、うん、生かそうとしてるベテラン刑事とそれに反発する若い刑事っていう図式はもうまさに孤狼の血だし、テーマもヴィレッジと同じだよね。閉塞されたその何、今まで住んできた大人たちによって何ていうか締められた町の中で若者たちが閉塞感を感じながら、出てくものは出てき、残ってるものはその中であえで生きていくっていうね、はまあ、ビレッジとテーマとしては同じで、まあ、いろんなそういう映画が、特にミスティックリバーね、ちょっとこれはかなり似すぎだと思うんですよ、ドラマ的にはね、まあ、ミスティックリバーを上げてるレビュー
された方も結構多い、ね、まあ、話はほぼ一緒ですから、ね、あと映画の作り上がりに関してはもう圧倒的に最後あの回想で入っていくのはいいんですよ、あの小浦健吾のね、うん、坂本春の、うん、で最後はあの若い高校生の時の、春がね、じゃあなって言うじゃないですか、うん、あそこで終えればよかったのに、うん、と僕は思うんですよ、うん、だけどやっぱ小浦君が主役だから、うん、また回想してる小浦に戻ってくるじゃないですか、うん、あれいらないよね、うん、あれは打足だと思うんですよ、うん、あの若い頃のあれ誰が演じたんだっけ、誰だっけ忘れちゃったけど、春くんの高校生の時代の彼が友達たちにじゃあなって言うじゃない、うん、あそこでスパーンと終えてくれたら、うん、もう鑑賞後感ものすごくよく終わったのにと思うんですよね、うん、分かる分かる、あれはどうしても高楽くんが主役だから入れざるを得ないと考えになったと思うんですけどね、うん、ということで、なぜこの映画を今ここで撮ったのかっていうね、うん、それがすごくこう不思議に思いましたね、うん、まあ、一応監督のねあのインタビュー拝見するとあの、まあ、デビュー作はやっぱりオリジナルストーリーでやりたかった、オリジナルじゃないもんねほぼいや、うん、あとその福井が、まあ、故郷なので、うん、あのまあ、オンさんってちょっとわからない人、ちょっとレイプする男の小屋があるじゃないですか、あれってなんか実際にあの監督のなんかおじいちゃんがあの作った小屋なんですよ。あ、そうなんだ。で、今は使ってなかったんで、うん、あ、これなら燃やせると思ってあそこにしたんですってしかもなレイプしてる間が指くわえて見てるかね、お互いが見えるよね、見えるか、見えるか、まあ、なんか殴るか、殴るかですよね、うん、怖がって指こうやって見てました。いやそれちょっと今じゃないと20年前でも高校生であるかな、うん、と思うんだけど、まあオリジナルのしかもあのなんだっけ石田拓也くんの若い頃演じてるね、石田拓也はなんだっけ朝倉朔、うん、朔はさあんなに嫌がるんだったら、うん、もっと反抗すると思うんだよね、うん、2人だったらオンさんだって絶対負けちゃうと思うんだよね、そうだね、うん、もしくは抵抗できるよね、もうまあその女性じゃないんだからさ、体力的にはだからそんないくらなんでも、しかもその犯される状態も女性よりももっと犯しにくいと思うんだよね、相手が男性の方が。これはだからちょっとそこが解せないなと思うんだよ、一人だったら、特にあのちっちゃな彼がね一人でやられちゃうっていうなら分かるけど、二人で指くわえて見てるのがちょっとよく分かんなかったよね、うん、私はあのこのね、あの小倉健吾さんと内藤俊介さんが対峙する場面、うんうん、ここが後半のちょっとピークかなと思ってたんです、うんうんうん、でそれをあの勝谷さん一家刑事がこうガーッと詰め寄ってくるじゃないですか、うんうん、あれもうちょっと後っていうかそこいらないぐらい、この2人で対峙するとこは対峙するとこで撮ってほしかったってこと、そう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 、じっくりそのあの時間経て会った2人がどうなってるのかっていうのをもうちょっと時間かけてゆっくりやってくれてもよかったかなと。別にあそこで警察にそうそうそうあそこに入らさなくてもよかったんじゃないか、これがねちょっとゆっくり見たかったかな。まあ、一つ言えるのは、これあの別にその犯罪推理もんでもないし、何をしたかったかっていうと、多分町が主役に浮き上がらせたかったんだと思うね、監督の意図は。だからその例えば捜査とかすごいいい加減というか、まあ行き当たりばったりじゃないですか。しかもさ、あの一人ほら財布持って殺されて、あれいるのって思うわけ。何のためにあれわざわざ策は。え、何のために殺したんだと思う。何なんですかね。だって別に俺もよく分かんなかった。あれさ、そのなんだっけ、だからサクのお兄さんなのか弟なのか、うん、あの双子のね、うん、兄貴だか弟が自殺して見つかればいいだけじゃん、うん、なんでそれじゃダメなの。分かんない。そこが分かんないのよ、うんうん、分かんなかったな。だからなんであの男の子、うん、あのなんだあの小林少年があの財布持ってて、うん、だからあんなことするから疑われるわけだと思うんだよね、逆に。
ちょっと分かんないよね、つながり、あれの意味が分かんない。監督の中ではなんかね、当然終わりなんでしょうけど、どういう意図であれやってるのか、僕には全く分かんない。いや、竹内さんなら分かってるのかな。いや、もう全く意味が分かんなくて、あれが、ね、あれをやったがゆえに、余計その、なんだっけ、あの、は、はるじゃない、アキラ、アキラが疑念を持ってしまうと思うのよ。しかも犯人の意図は、意図を知りたいよね、だってね。なぜ彼を殺したのかが分かんないよね。一応あの監督は謎解きストーリーにしたくなかった。いや、分かってるよ、竹内さんのおっしゃる、だって全く謎解きストーリーにはしてないよ、うん、そう、いろんな見方ができる布石を置きました。しかも最後まで謎残ったまんまだし、そう、うん、だからわざとそうしたんでしょ。いや、わざとってそれはないでしょ意味が分かんない意味が分かんなかったよね、うん、俺竹内さんなら分かってんだろうと思って、全くあの意図が分かんない。またまた俺映画読み取れてねえわと思いながら。いや、読み取れてないのは監督の意図だと思うよ、うん、全く僕も分かんない。なぜあのなんとか少年、なんだっけ、あれ、小林少年、小林少年、うん、で、明智の弟子なのか、分かんない。いや、冗談だって。あ、そっか、明智って言ったからそんなやついたっけと、あれ椎名桔平さん明智だったっけとか思っちゃったり。小林少年といえば明智小五郎でしょう、うん、失礼しました。本当にそこ突っ込んでくんないと、うん、俺が言っていいのね。僕の意図を全く分かってないですよね読み取れてなかった。読み取れてないいやー、ちょっと分かんないよね。いや、役者さんみんないい演技、ね、みんな良かった、すごく。さすがにこの同世代の小浦健吾、大東俊介、石田拓也、お互い多分相当意識してるし、多分石田拓也って最もキーパーソンの役じゃないですか。だからこれ演じるのなかなか難しかったと思うんだよね。あと村上純さんも良かった。村上純も良かったし、市川智博かっこよかったし、うん、ここですよ市川智博ね、はい。え、これ何の話だったし、ね勝也も良かったしね、勝也さんね、うん、ハンバーガー食ってね、うん、バクバクね、うん、これでピクルスが嫌いだって言えばアメリカ映画みたいだなそれタランティーノじゃんみたいなもうなんかいろんなとこからいろんなもん持ってきてるからさ、うん、本当に、うん、これね、一個ね、パンフレットに不満なのは、うん、子役さんのところ記載が一切ないんですよ。あー、って名前がそう、だから最後 あのエンドロールに出てるね、この全員のやつしかなくて、これしかないんですよ。役名もないんでしょ。全くないそんな、うん、ってで、あんだけ前半でいっぱい ね、結構出てますよね、演技してるの、あれザコと思うのことだよね。そうそう、なんで出さないのって、うんうん、これしかないんだよと、高良健吾さんと。まあ、その辺があれだよね、観客のこと分かってないよね、読み取れてないんだよ、うん、なんかだからあの普通によくできて面白いんだけど、うん、何のために作ったのかが全く分かんないんだよね、これ、うん、残念だ、うん、監督のちょっと分かんないんだよな、うん、これ多分あの中近ピクチャーズさんかな、うんうん、この間あれだよね、うん、ストレンジャーを買収したところだよね。だから多分今後さらに一層ね、うんうん、映画制作も本業は何なんだろう、中島さん、広告代理店さん、広告代理店なんだ、うん、なんかこう、紙媒体と か、うん、紙洗剤とかなんかそういうとこだったのかな、ちょっとあの正確なとこは分からないですけど、多分これ監督がさ、いろんな人の助監督やってんじゃん、うんうん、だその間に結構キャストそれぞれに、うん、もし今に僕映画作ったら出てくださいよ、まあ、そうですよね。で多分あれだよ、あのなんだっけ、この特別出演した佐藤浩市さんと、うん、そうなんだ、じゃああれだな、お前監督した暁には出て、うん、出てやるよって言って出たんでしょうね。そうでしょうね明らかにそうでしょうね、うんうん、明らかにで友情出演でクレジットもされてましたね。いや、特別出演だった。あ、特別出演でしたっけ、うん、クレジットは椎名桔平さんとかもそうなのかな。まあ多分ね、どっかであったんでしょうね、うん、現場で、うん、キャストはねすごい聞いてたし、すごいあの視聴者さんで大東俊介さんのファンの方がな、うん、あの総合の演技についてのコメントを楽しみされてた。あ、まあ、大東さんは相当この役者さんとしてもかなりこだわってる方なんで、うん、今回も相当多分これね、同世代が、うん、もう3人で共演って、あの競う演の共演してるから、本人たちは結構相当意識してたと思うんですよね、うん、それは悪い方向には働いてないと思う。俺どっちかっていうと、うん、あの高良さんよりも大東俊介さんが主演に近いぐらいの感じも受けたんですけど、まあ、これ3人ほぼ一緒だよね。そうか、うん、当分なんですね。まあ、あの石田拓也さんは
演じてるシーンは少ないけど、うん、キーパーソンっていう意味では、まあそうですね、かなり最も難しい演技を求められてると思う、うん、多分あれだから双子の兄貴を殺したのも彼だと思うんだよね、うん、だから彼を殺すんなら、うん、そのなんとか少年を殺す理由は全くないと思うんだよね、うん、そこがもう小林少年を殺すのが全く理解できないですよね、うん、あれは監督にだから通ってみたいよね、なぜ小林少年は、うん、策にとって殺す意味があったのか、うん、あとこれ最後あのでなんであの双子の兄貴を今更殺したんだと思う、いやとにかく その過去に関わってるものは全部そうじゃないそうじゃない、彼が戻ってきたことによって、うん、アキラが戻ってきたことによって動き始めちゃったの、うん、これで今までは策はだから春に会わないようにしてたわけよ、うん、同じ地元にいたのに、うんはいはい、で会わないうちは事件は動かないわけよ、うん、でそこにアキラが戻ってきてしまったわけよ、うん、でアキラが戻ってきた上に自分に会いに来て、うん、今まで誰とも会わなかった兄貴だか弟だかが彼に手を振ったのよ、うん、そうしたらいつやばいと、うん、いつ彼がその話をアキラにするやも知らないから、うん、これはやっぱ口を塞がざるを得ないなと思い始めたわけよ、そこで多分考えたのがその小林少年を殺すことなんだけど、それがだから納得いかないんだよね、動き始めたことを知った、サクはさっさとその兄貴だか弟だかを自殺させちゃえばよかったのよ、まあ、自殺じゃ殺してんだけどねあれ明らかに、でそこに実はねその警察がその自殺を調べに来たらそこに石もあったし財布もあったって、それでいいじゃんと思うんだけど、でまたあんなところに突っ込むから余計にアキラにこう、ね、誤解されるっていうか、うん、詮索される、詮索されるわけじゃない、だからもう全然意味が分かんないよなと思うよね、そこの伏線っていうか映画の中の展開のつながりは見ていても全く理解できなかったよね、ただあのなぜその二十何年後に動き出したかっていうと、それは明らかにアキラが戻ってきたせいで、アキラが兄貴だか弟だかにあの意思疎通ができるって思ってしまったから、これは動き始めるわけだ、まあ、でもアキラももともとね、うん、やっぱり春に対して負い目があるし、うん、それは謝罪したいって思いをずっと抱えてて、うん、で赴任した、ね、田舎に赴任したことでやっぱり謝んなきゃって思いはどんどん強くなるわけじゃないですか、当然だよ ね、うん、そうするとやっぱりその偶然かもしれないけどやっぱり動き出してしまう必然だったんですか、違う違う違う、アキラが戻ってきたら動くのはもう分かってるわけ、うん、必然だよ ね、もう必然ですよ、うんうん、まあ、だから、うん、サクは地元にいるのに春に絶対会わないようにしてたわけ、うん、そしたら動かないじゃん、うん、そこにアキラが戻ってきちゃったからもうこれ動き出すって分かるわけだよね、だからやっぱりまあそれは全体のテーマとしては、ね、タイトルになるように罪と悪なんでしょうね、あまりそこはなちょっとよく分かんないなまあでもで意図は明らかにその町を主役にしたいっていうのはあるわけよ、ただ町ってさでかすぎんじゃん、ヴィレッジの場合さ、はいはい、村だから、ね、まあこれは分かる分かるわけよ、いやこの規模で警察署がありますからね、無理でしょう、しかも半グレもヤクザもいますからね、町を主役にするのは、うんうん、そうするとヤクザがねまあ自慢とかするにはそれなりの経済圏がないと食っていけないからね、うん、町はちょっと大きすぎてなかなかそれを浮き彫りにするのは難しいと思うんだよね、だからそこはちょっと無理があったかなと思うのよ、だからゆえにもともとミステリーをやろうと思ったわけじゃない、町を主役にしたその若者たちの映画を作りたかったわけなんだけど、それを作るにはやっぱ規模感としてはちょっと小さかったと思うわけよ、だからなんかちょっと中途半端なんで企画がね、ちょっと企画に僕は無理があるっていうふうにこの映画を見て受け取りまして、あの高良さんもね台本に描かれてない部分をどう咀嚼するかが難しかったっていうふうにおっしゃってるのはまさしくそうです、ね、ちょっと台本が荒いよね、うん、荒いっていうかその描出しようとしてる表現しようとしてるものが大きすぎて、それはこの規模ではちょっと埋まんないと思うんだよね、あの時間も含めて、そうすると多少カットして、カットっていうか雑なんだよね、うん、つまり積み上げられないのよ、うん、だからカットってよりも付加できない、うん、追加できないんだと思う、うんうん、どうすればいいんですか、
だからこの企画をこの規模でやるのは僕は無理だったと思う。あとやっぱり時代性が、このだからテーマでやるとやっぱり時代性がすごい重要だと思うんだけど、時代性が出てこないんだよね。その現代にじゃあこの映画やって何の意味があるのっていうのがもうちょっとやっぱり出てこないと、それはちょっと通り一遍になっちゃうよね。となると既視感を感じてしまって、いや既視感が多い中にそれだからより問題があると思うわけよ。っていうか、いやまあ見て面白かったけどね、けどねってなっちゃうんだよね。ただ、うん、監督の力量は終わりだと思うので、うん、次は、まあ、そういう課題をもうちょっと、まあ、あと自分で脚本書いた後に誰かに、うん、もうちょっとそうだね、うん、あ誰かに一緒に入ってもらえばよかったんじゃないかなと思うんだよね。で多分やっぱり脚本を書いてる人だと、これはその狙ってるテーマだとちょっと器がねなかなか難しいから、どっかにどっかに絞る。例えばもっとミステリー度を上げるとか、もっとその青春っていうかあの3人のキャラクター造形をするとか、どっかに振り向けていかないと無理だと思うわけで、まあこれは街が主役に見えなくてもそこのどっかセグメントしてったものが見えればいいと考えた方が、なんか企画としては正解だったような気がするんだよね、うん、あのこのアートワークでね、うん、見に行くとあの子供のシーンから始まっちゃうから、うん、あれ作り間違えたかなって一瞬思うぐらい、うんうんうん、なんか全然違うところから、あの僕順取りっていうか、うん、その物語順なんだっていうのにびっくりしました。ああ回想シーンじゃなくて、もう回想でしか出てこないと思ってたから子供たちは、あこんなにあるんだと思ってですよね、うんうん、となるとそこをもっと短くするっていうのはどうですか。うーんそれもまたこの今目指してる中では難しいと思うんだよ ね。だからちょっと欲張りだったと思うのよ全てにおいて、うん、で欲張りなだったがゆえにちょっとやっぱ中途半端感が残ってしまうよなっていうのと、まあ、ちょっとその元ネタがあまりにも見えすぎて、ミスティックリバーとかが絶対これミスティックリバーに影響を受けてるわけよ。もうちょっと独自固有な何か欲しいよなっていうのは感じましたよね、うん、だからやっぱりあのプロデューサーなり共同脚本家なりに入ってもらって、もうちょっと独自固有な何かに絞っていくっていうことをやった方が、あの映画の企画としては良かったんじゃないかなと思うんですよね、うんまあ、映画は十分見て面白かったんで、普通の観客にはあの問題もなく面白く見られたと思うんですけどね、うん、僕はやっぱりちょっとやっぱちょっと物足んないよなと思いますよね、うん、まあ、まあでもこれ以上求めるのは酷かという気もするんですけどね、まあ、初監督ですし、ね、いや初監督だし、多分この規模で相当頑張って、予算の問題もあるしね、いや相当頑張って撮ってると思いますよ、うんうん、あの手数も多いしショットも多いし、多分これなかなかその短い日数では撮れてないと思うし、映画としてちゃんとしてるから余計そういうことを言いたくなっちゃうんだよ、うん、そうなんだよ、映画の作り上がりとして悪くないから、あのもうちょっとなんとかなんなかったのかなっていう気もする、うん、頭いきなりね、あのなんだっけあれの飛ばすやつ、なんだっけあれ、ドローン、ドローン、うん、ドローンの俯瞰撮影で入るしね、うん、うんうん、まあ映画的なね、うん、入り方で、うん、とは思いましたけど、ね、うん、じゃあ次どうすんのって感じですね、うん、なんか多分ね、ご本人が僕がいろいろ言ったことは、うん、ご本人もすべからくお分かりだ、お感じになられてることだと思うんだよね、うん、だから多分2作目は多分お金が多分このぐらいあるんなら、このぐらいの映画を作らずにこのぐらいの予算でこのぐらいのものを作った方が、うん、バリュー感はずっと出るし、テーマのセグメントされたこうなんていうのかな、うがっていく、なんていうのかな、精神性、根本性はもっと出ると思うんだよね。だからその柄を見せるんじゃなくて根本の独自固有さを見せてった方がやっぱりいいんじゃないかなって僕は思うんだけどね。でもこれだけ撮れるんなら、うん、プログラムピクチャーの依頼とかすぐ来ちゃうと思う、ね、だから別な脚本家の脚本でちょっとね、うん、何本かいろいろ演出の何自分がやりたい演出とかちょっと試してみて、それでなんか4本目5本目ぐらいに自分の撮りたいものをまた撮るっていうのが、うんまあね、うん、テレビとかでもいいと思うんだけど、それはありだと思うんだよねすごく、うん、でもなかなか多分これきっとついた監督でいろいろ勉強して、うん、
その映画の作り方は多分相当あのいろいろお考えになられた取られたなって感じがするので、だから一本見終わってもね、すごくこう見甲斐があるっていうか、あの映画を見たこう、物量的な、従属感っていうのは感じられる映画だと思ったので、そこはすごい良かったと思うんだよね。これ多分見てそんなにこうつまんないと思う人はいないと思うんだよね。一応あの井筒和之監督、これ先週言ったけどね、広木隆一監督、うん、岩井俊二監督、ね、入江優監督、うん、竹正治監督等に助監で使われて、うん、先週言いましたけど、だけどこれしか見ない方もいらっしゃる、分かってる、分かってる、ね、うん、分かってますよ、はい、確認のためにね、うん、はい、うん、まあじゃあ次回作も期待ですね、うんうん、次回作期待したいですね、うん、このだから何だろう、プロデューサーの地平は何だったのかなっていうの気がするわけですよ、うん、多分これ監督に引っ張られたのかなって気がするんだけど、監督をデビューさせてあげたいっていう気持ちが強い、それはあったのかな、うん、だけど監督これ撮るんなら5本目ぐらいに撮ればよかったのにって気がちょっとするけどね、うんうん、でもまあ1本目もオリジナルでやりたいって思われて、いやいやいや、オリジナルでもっと狭いものをやればよかったってこと、わ、うん、かりますよ、わ、うん、かりますよ、いやだけど、なんでだからそこで、いやだけど、うん、あの一応脚本できました、あこれならいけるんじゃないっつってお金が出ますってなるとこれ作っちゃうじゃないですか、いやー、もったいなかった気がしますね、うん、まあ我慢できなかったってのはあるかもわかんないけど、うん、いやでも十分一発目の名刺代わりとしては、うん、立派な名刺ができたんじゃないかな、キャストも本当みんな良かったしね、高良健吾さんと椎名桔平さんが食べてる中華、うんうん、冷やし中華みたいなの美味しそうでした、ね、あれ美味しそうだったね、うん、何なんだろうあれ、うん、あんまり見たことがない、なんか冷やし中華みたいだったね、そう、うん、だけどなんか冷やし中華でもなさそうでね、あれ福井だから海鮮がいっぱい、海鮮冷やし中華か、麺がもしかしたらその地方独自のもんで、うどんに近い、映画よりもあの冷やし中華が独自こういう、すごい目引きますよね、目引く、なんだろうと思いながら見てた俺も、うん、うん、っていう感じでしょ、あれ誰が作ったんだろう、しかもあ消え物だと持ち道具かな、作るのは普通は、いやなんかそこのレストランで作ってもらうってあるんですかね、あるかもしれないね、どうせなら名物でみたいな、うん、福井ね、何しろ居酒屋新幹線ってね、へしことか、うん、塩煮とか、あれもそうだよね、何餅だっけあれ、ハブタイ餅、ハブタイ餅だ、ハブタイ餅美味しいよね、うん、1個食べちゃったハブタイ餅、ハブタイ餅、うん、の福井でロケされました、あれさおかしいのは椎名桔平こうやってあのお会計表を見てさ、うん、どいてくのがあれおかしかったよね、あれは何だったのかな、あれはこれは何、2人で食うとこのぐらいの値段かな、あこんなもんか、あとよろしくってことも、ね、いつもの竹内さんみたいじゃないですか、なんか俺みたいだよねおおやっぱり思った通りだ、人に払わせるけど一応値段だけは見とくみたいな、ね、1万3800はぴったりじゃんみたいな、あれちょっと面白かった、面白かったよね、あれ何の意味があるんだろうと思ってさ、本当にでもあれ椎名桔平さんの刑事は、うん、あのアキラの親父の役割を受け継いでるんですよね、そう、それでまたさあの春がね、うん、一応配慮して、うん、本当はそのお父さんに選択を迫られたわけなんだけど、うん、あのアキラにはそういうふうに言えないからごまかしてるよね、うん、その辺のだからこう空気感のニュアンスはなかなかうまいなと思ったんだけど ね、うん、だからいいところたくさんある、うん、今では吉田さんに恨みを言いたいよなんて言ってたもんね、椎名桔平が言ってた、うん、あの辺はちょっとコロノチ的な感じもありますよね、そうなんだよ、あれはコロノチのパクリだよね、パクリって言っちゃいけないな、インスパイアだと思うけど、うん、ということで、本日は罪と悪について語ってまいりました、はい、どうもありがとうございました。